M3 チャンネルの筋肉マン懐かしい筋消しに色付け動画シリーズ、筋肉マン45周年のメモリアルイヤーの令和の今年、昭和の筋消しを塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第11弾のゴーレムマンをペイントします。水性アクリル塗料で色付けしました。第11弾、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。11弾は後発のやや流通量も少なめのシリーズ、今回のゴーレムマンをはじめ主に王位争奪編の登場超人でした。ソルジャーやゼブラ、ビッグボディ、運命の5王子のうち3体がこの段に選抜されていました。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありません。経年の汚れは多少ありますが、ペイントには支障なく、いつもの工程で進めていきました。金消し、デカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る、レンジン付けして過疎剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させミスタースーパークリアーツヤ消しを全体に拭き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで、使用したカラーごとに見ていきます。まずは肌のカラーのベース、ファレホのモデルカラーダークフレッシュです。比較的濃いフレッシュカラーで隠蔽力の強い塗料、塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装に使用した塗料はこちら、下地として足に塗ったファレホのゲームカラーカーキです。そしてこちらも結果的には下地になったシタデルカラーのベース茶色です。モーンファングブラウン、ボディ全般古代神殿の外壁のイメージですね。ゴーレムマンはイスラエル出身の超人で、超人強度は580万パワー、ビッグボディチームの中堅として王位継承サバイバルマッチに登場しました。以前に同じ造形のデカ消しをアニメカラーの黄色で塗ったことがありました。ゴーレムは伝説に登場する自立型の泥人形、シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料、塗料の食いつきもよく隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。今年2024年は筋肉マン原作45周年、夏には久しぶりのアニメパーフェクト超人オリジン編がスタート、そして沼津に筋肉マンミュージアムが開館と、何かとメモリアルなイヤー、筋肉マン世代として祝い応援する気持ちも込めて、家にある昔の金消しを片っ端から色分けしていっています。台座の下地としても使いました。下地が完全乾燥した後、まずは肌カラーに上塗り、シタデルカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて染め塗りしました。陰影がついて質感が出ました。そして外壁のボディの茶色に上塗り、シタデルのテクニカル、スターランドバトルマイヤーです。特殊効果がつけられるカラー種、外壁らしい仕上がりが表現できました。かかった時間は約60分の塗装でした。
そして次、同じくテクニカルのマーシアンアイアンクラストです。こちらは本来は溶岩を表現するカラー、足元と台座に今回は使いました。最後に目を緑、パレホのモデルカラーミディアムオリーブを使いました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。今回は原作カラーのイメージで、特殊効果などはオリジナル、アニメ版とはまた雰囲気の違ったゴーレムマンにできました。フロントビューからリアビューまで、ということで今回は筋肉マン金消し塗装、往年の丸腰製デカ消し第11弾ゴーレムマンを原作カラーイメージでペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。